ハサミだけ、このゴムがついてない時のドアの閉め具合の音。はい、こんな感じで一回閉めてみましょう。クマ TV ピンポーン。こんにちは、 ANA 付き研磨屋アナです。前回まで見ていただいた軽トラの天井とか運転席、助手席とかドアとかのデッドニングが終わって、軽トラの車内の音はもうこれでいけるかなと思ったんですけども、こういうのもあるよっていうのを紹介していただいたので、今回はそれをつけてみたいと思います。その商品がこれ、風切り音防止テープ、ドア用っていうやつですね。ここに書いてるように、ここのドアのところにこのゴムをつけて、外からの風の侵入を防ぐみたいな感じのテープらしいです。このテープ、本当のそのお店とかで売ってるパッケージですと、このエーモン工業っていう、オーディアですね、のやつやと、ちゃんとこう、ちょっと紫っぽい箱に入ったパッケージなんですけども、これでもすごい簡易的なパッケージで、あんまりゴミにもならない感じで、これは Amazon で買ったやつで、ここにも書いてるんですけど、Amazon 限定のパッケージで、金額は安くなってるかはちょっと分かりませんが、ゴミとかもないので、概要欄にこの Amazon 限定の A モンオーディアの A モンの風切り音防止テープのリンク載せていますので、ぜひご確認ください。ということで、今から軽トラの運転席側のドアと助手席側のドアにこの風切り音防止テープつけてみたいと思います。よろしくお願いします。取り付けるのはここのドア側、このドア側にここにゴムがついてます。ぐるーっと一周ゴムがついてるんですけども、このゴムに当たるようにこっち側、こうですね、ここですね、この辺ずっとこうぐるーっとこう、この辺とかもこうぐるーっと一周ゴムを、先ほどの風切り音防止テープをぐるっと一周取り付けるだけみたいです。ちょっと今からやっていきます。まずはこの辺とかも結構こう汚れついてるんで、アルコールとか出ししますね。中身開けてみるとテープが蓋巻き入ってて、説明書ですね。説明書に必要なのは、このパッケージに使用工具ハサミだけって書いてるので、このハサミだけ使ったらいいみたいですね。と、その前に、そういえばこのゴムがついてない時のドアの閉め具合の音を聞いてみましょう。で、次中入ってみて、こんな感じですね。で、実際今からつけてみましょう。ちょっともしかしたら定点カメラで分かりにくいかもしれないですけども、ちょこちょこ解説していきたいと思います。で、先ほど見ていただいたみたいに、運転席側、ドア側にもともとゴムがついてて、そのゴムのところをつけていくんですけども、エーモン工業さんの YouTube を見ると、ここですね、ゴムのここに水溶性のペンを塗った後にこうバシンと締めて、塗ったところにこうこっちに水溶性のペンが転写されるっていうて、貼る位置を正確に確認しましょうみたいな感じなんですけども、ハイゼットジャンボ、そのゴムがつくところがちゃんとこうといい感じにこう溝っぽくなってるんで、別に転写せんでもいいのかなっていう感じなんで、ちょっと転写なしで気合で
やってみたいと思います。で、スタートは、これのスタートはこのドアのヒンジ、ここですね、このここのドアのヒンジ、この辺からスタートするのがいいみたいです。このハイゼットジャンボ、本当こうゴムがつく場所がいい感じにこうへこみになってるので、多分それに沿わすとすごく綺麗に取り付けられるのかなと思います。はい、こんな感じで受けたので、あとはここの長さをいい感じに調節してぴったり合うようにハサミで切ります。はい、こんな感じで合わせますね。はい、こんな感じで、まあ、大体全体的に黒くできました。で、これで一回締めてみましょう。このいつもの感じで締めるとハンドアになります。ここにゴムを追加しているので締まりが悪くなるって書いてました。まあ、締まりが悪くなってもこのゴムで密着性が良くなるのでいいらしいです。まあ、いつもの締める力やともう全然こんなすぐハンドアになるので、ちょっと強めに締める、ちょっと強みに締める。で、入った時もこれも今ハンドアイス、こんな感じでさっきと比べてちょっとこうさっきと比べてドフっていうちょっと太い音になったような感じはします。はい、くっつけたばっかりなので密着させるために締めた状態で10分間ぐらい放置するみたいです。まあ、この放置してる間に今度女性側やってみたいと思います。はい、いかがでしたか。まあ、こんな感じで結構5分ぐらいで取り付けられて、先ほども見ていただいたみたいにハンドアにめちゃくちゃなりやすいです。まあ、いつもがこう締める感じが緩く締める感じなんで、まあ、そのいつもの勢いだと毎回ハンドアなんでちょっと強めにドンと締めないとダメなんですけども、まあこうドアに、もともとドアについてたゴムと今回つけた英文工業さんの風切り音防止テープのこう密着のおかげですごくバシッとこうくっついて、室内も先ほど聞いていただいたみたいに締めた時の音もちょっと軽い音からこう低いドフッドフッみたいな感じの音になったので、次回は高速道路の比較みたいな感じで、まあ、これでデッドニングと風切り音防止テープをつけてどれだけ変わったかっていうのを高速乗ってそのレビューもしてみたいなと思います。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。おう、さっきハンドアになりやすかったんですけども、まあ、まだ今取り付けてこう締めてずっと5分ぐらいなんで、まあ、メーカーさんが書いてるのは10分締め付けてこう馴染ませるみたいな感じなんですけども、まあ、今もこう5分ぐらいでだんだん馴染んできてる感じで、さっきよりもこうハンドア感がちょっとマシになった感じはします。まあ、室内ももう一回見てみますと、今回今両方取り付けた後です。この両方取り付けた後でこんな感じです。結構ドフってなって、なんていうんですかね、こうすごいこう密閉感を感じるというか、締めた時の耳に入ってくる空気の圧
ていうんですか、それがクッと入ってきて、あんまりこう室内の空気が外に抜けてないというか、まあなんかこうすごい密閉感がある感じがします。閉めた時の音も全然変わってるので、次高速乗ってみてどれだけこの風切り音のノイズが低減されたかを試してみたいと思います。